皆様こんにちは、ピアニストの紀藤久美子です。チェルニー30番をお届けしております。今日は25番を弾いてみたいと思います。蝶々とても明るい二調調で、アルペジオ、最初にアクセントが4つついていて、その後スタッカートが4つついてるんですけれども、これはですね、単にこう最初の音を強く弾きましょうということではなくて、これ1個ずつがアルペジオになっているけど、そのアルペジオもまあこういう風に展開形になって、まあ、アルペジオがアルペジオになっているというか、ということで、ラファレラファレミドレファレラ、まあ、そこの部分を歌ってねっていう、その、まあ、目安みたいな意味なので、こういうふうに強く弾こう、切って弾こうっていう意味ではないので、そこをちょっと意味を間違えないようにまずしたいなと思います。もう普通にこのなんていうか、手首のスナップを、もうアルペジオ基本手首なので、手首を使って一拍目で4つ分全部弾くつもりで、あとここはこの上の音ですね、可愛くこう、これにラがついているということです。で、意外とここのクレッシェンドが重要だったりするので、上に上がっていくよラを目指す、次はもっと強くって書いてあるので、最初がメゾフォルテ、最初ちょっとあのメゾフォルテで弾いたこのクレッシェンドの2回目が、あのもっとさらに元気に、左手もう1オクターブ、最初はこうだったけど下がるから元気に弾こうねっていうことですね。で、まあ、あのリピートがここでついています。4小節ぐらいのリピートは、私もちょっといつもはリピート省略してるんですけど、今回は入れたんですけれども、4小節ぐらいのリピートはもう絶対ないよりはあった方がいいので、ぜひここはリピートを入れてみてください。そしてリピート後は何か変えてみましょう。どんな風に変えてもそれはいいので、まずはちょっと何かどう変えようかなっていうところで、まず一つなんか遊んでみてほしいなと思います。次なんですけど、この和音を見ると4小節で一つになっている。でメロディーも上がって下がって上がって下がってという風になっているので、大きな波でまず2小節上ります。で降ります。降りて、まあ余韻で上るっていう感じかな。ここにもアクセントがあるけど、これなんかこうやって弾きそうだけど、これは違いますのでね。これはこの
マークだなっていうぐらいに思っておいて、決してアクセントを強調して強く弾くってことではないので気をつけましょう。まあ、あとはね、指番号が、全部黒い黒鍵の音も1スタートで全部こう1から始める弾き方も別に間違ってはいません。それもありだと思います。だけど、まあ、テキストには黒鍵で弾くときに2の指ってなってると思うので、スタートは2の指でこう指くぐりありっていう感じが、まあ、そうですね、オーソドックスな。というのも親指の位置が変わらないので、黒いところ弾くとこう手がちょっと上に行ったりすると思うんですけど、ずっと同じ高さでこうずっと同じで弾けるのは黒鍵が2になった方が同じ。書いてあるけれども、だんだん登っていくことを考えると最初からこうすごく大きくしなくてもいいので、だんだん登っていくっていうことを。で、次の4小節はここですね、胃腸腸に転調しております。ずっと2腸腸できたんだけど、まあ、ここはずっとね、胃腸腸になってたんですね。この ここにカデンツがあって、まあ、あの胃腸腸の一度の第二展開系続七一度というふうにここにカデンツがあるので、まあ、リピート後からはそこまでひとまとまりに弾けるといいですね。大きな波がやってきて登っていくけれども、最後なんかここ音は登ってるけどピアノに向かっていますので、可愛らしく可愛らしい方向に持っていけるといいですね。そしてここがとっても綺麗なところだと思うんで、ちょっとペダルを踏んで、このレミシミレミシミのところは、1度続7、この1度の方がなんていうか音がこう広がっていて、続7の方がこう楽譜を見てもそうですよね、広がっているか閉じているか、その楽譜を視覚的に見ても分かると思うんですけれども、閉じてる時はやっぱりこう開いてる、閉じてるっていうのを、まあそうですね、お花が開いているかちょっとつぼみになっているかという感じで意識してみてもいいかもしれないです。全体的にもピアノなので、ここは本当にレガートで美しくつぼみ、ちょっと開くつぼみというのが4小節あって、次の4小節がまた一つになっているんですけど、ここの、ソウルにドラにまずは向かいますね。ですけど、もうまたこの曲は二調調の曲なので、二調調に戻るための続七の和音、まずはここに向かっていますね。で、これ同じことが4回、まあ5回かソミドラが5回出てくるけど、同じように弾くと音楽がこう停滞してしまうので、止まったような感じになってしまうので、さらに登ってその次の小節の頭ですね、フォルテのところはまださらに上って、その次の小節、ここが頂点で
ピアノまで持っていく。で、ここのディミニュエンドなんですけど、ミファソ、ちょっとね、音楽が緩むっていう感じかな。だから必然的にテンポもちょっとだけ遅くなる方が自然です。これをインテンポで弾くと、あ、弾けないな。あの、とっても機械的に、まあ、なんていうか、楽譜ってね、そういう風にほんのちょっとだけ緩めるよとか書いてないけど、書いてないけど、それはね、あの、その当時の、まあ、なんていうか、常識だったというのもあって書いてないというのもあるので、今現代の作曲家さんは本当にいろんな細かい情報を載せてくれているけど、この当時は そんなに多様じゃなかったので、音楽が今ほどは。なのでそこまで細かいこと書いてないですけど、ちゃんとこういうところは緩める方が自然なのでやってほしいなと思います。そしてまた最初に戻って、今度は左手が綺麗ですね。こういうふうに上から降りてくるモチーフの時は、やっぱりこう 上の音があんまりこうじゃなくて、まあ、葉っぱとかがひらひら落ちてくるような感じで、このファの 前から音があるようなイメージで、ファーレー、こうひらひら落ちてくるようなイメージで弾いてみましょう。ピアノで出てきて、フォルテで出てきて、フォルティシモで出てくるっていう3連続になってますよね。なんていうか、こう気持ちを上げていくっていうか、最初ピアノの時はここから同じなんだけど、さっきよりも気持ちが違う。なんかさっきよりも盛り上がっている。で、その上がり方、戻り方が、さっきはアルペジオで言ったけど、今回は音階。左手の形が違う。なのでそのテンションをこう1段階2段階 3段階上げていく方法は、そのやっぱりそこの前、フォルテって書いてある前が非常に重要なので、ここのファルテ、まあ、アルペジオの方からいくと、このクレッシェンドで気持ちを上げていきます。今度はフォルティシモまで行くので、かなり上げていきます。ね、音量というよりはそうエネルギーですね。だから音の強さだけ強くするんじゃなくて、自分の中から出てくるエネルギーの量を増やす。で、ちょっとなんかさっきまでこんな美しい左手だったけど、今度は王様みたいな感じで、え、変っていう感じで、さらに上がりますね。ここのラの音にスフォルツァンドがついてるんですけど、これもラだけ強くすればいいというわけではないです。ここから前から来て、まあこれね、あの一度の第2点かけ何回か出てくるけど、カデンツの始まりなので、多分ここにソルツァンド立派に最後終わろうねっていう意味で書いてあると思うので、これだけ強くすればいいという話ではないです。最後のレで、この一番上のレを弾いたら、まあ、あとはもう惰性でいいと思います。打鍵のスピードっていうんですかね、そのソフトに弾くときはこうやって優しく撫でるように弾いたりもするけど、こういう元気で楽しい曲を弾くときはちょっとこうパンチが効いたような感じですね。あのスピードもアップします。弾くこのだけ、うん、ちょっとパキパキしたようなこう頭を持って音を出す、ね、この曲とっても楽しい曲だと思うので、そうですね、楽譜に書いてある記号の意味を取り違えないようにして、で、早すぎないように、ギャロップなのでやっぱり早すぎても
また乗っていけない、もうどんどんこうスピード勝負に なりがちなので、こうなんていうか、いいテンポ感で楽しく練習できたらいいなと思います。